どうもこんにちは、ミスター GTA5 モッドです。今回プレイしていくのはこちら、ドール・オブ・リザレクション、直訳すると人形の復活という意味のタイトルでございます。 Steam で約400円で購入いたしました。それでは早速プレイしていきたいと思います。男女を選べるようです。まあ、こちらね、人間ではなくて、まあ、見ていただければわかる通り、まあ、ダッチワイフという設定でございますね。まあ、私は、まあ、ちょっとこの股間に目を引かれまして、ね、この逆ピラミッドみたいな形した股間がね、とても美しいので、まあ、私男性ということもありますので男性選択していきましょう。まあ、何をするゲームなのかというと、正直全くわかりません。またね、プレイしてから、まあ、プレイして感じていきながら進めていこうかなという次第でございます。なんか夜の街っぽいですね。セクシーな看板ですね。はい。夜の男の街。まあ、今回プレイしていくのは、買ってくれた主さんがね、まあ、いらなくなったダッチワイフを捨てちゃって、で、その捨てられたダッチワイフが、まあ、買ってくれた人間に対して復讐をするという物語だそうです。ね。物語っていうほどでもないだろうけど、まあ、そういう設定がね、書いてありました。そして、始まったのかな、こちら。WASD to move。マウスクリックしちゃいましたけども、あ、なるほどね。W でこう前に進んでいくと、おーっと、この、そそり立つピラミッドでございますけども、ちょっとそそり立ちすぎじゃない?羨ましくなってくるぐらいの身長、ね、身長というか、W でこう前に進んでいくわけですね。なるほど。Left and right mouse button to raise your hand ということで、マウスボタンをクリックすることでこのように手をね、上げられますよというメッセージでございます。まあなんかね、どっかの路地裏でしょうか、ここはね、見渡す限り。まあ、性行為を、代替する、まあ大人のお店で、使い古されたダッチワイフがもういらなくなって捨てられちゃったような感じですかね。で、目の前にこう星があるので、これをね、まあ、取れって言わんばかりの星ですけどもね。コレクトスター。はい、スターを集めろとメッセージが出ました。ああ、なるほどね。こう取ると、パーッとガラスを割ったかのような音とともにエフェクト飛び散ります。あ、綺麗ですね、なんか。ねえ。ねえ、こういう汚い路地裏に、なんかおしゃれなね、オシャンティーなジャズィーな曲が流れてますけども、ここはカフェかすごく世界観にマッチしない音楽ですよね。いやー、それとも悲壮感漂う音楽を奏でているのかなねえ。まあ私ね、まあ、こういった場所にあまり普段着慣れてないもんですからねえ。国王的首飾り、なんだこれはちょっとどういった、あ、なるほど、ステージクリアですかね、もう。Congratulations! ということでね、タイム2分21秒、まあ解説挟みながらだったので、ちょっとゆっくりですけども、まあ先に進んでいきましょう。Next level ね。トントン拍子で進めていきたいですから、こういうゲームはね。It froze when the hydrogen is filled ということで、水素を注入すると、充填すると浮きますよみたいなメッセージでしたけども。はあ、なんかいきなりね、ガスバーナー見えましたよ。めちゃくちゃ難しそうなステージ。お捨てられた熊のぬいぐるみですね。捨てられたもん同士、まあ仲良くやっていこうじゃないか。さあ、階段を下っていった先に星があるんだけども、え?なんぞ?落ちたのか?あ、なるほど。ああ、落とし穴にはめられたわけですね、まんまと。なるほどね。ここを越えていけと。うわ!あ、ちょっと動いただけで落ちちゃうんだ。なるほどね。これはちょっと待てよ。第一の関門といったところか、これは。どう行きゃいいんだ、これは。ちょっと待てよ。なんだこの後ろ向きの歩行は。ちょっとそこから勢いをつけて。なるほどね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よし、よし、頑張れ。あー、行き過ぎた。難しいな。よいしょ、よいしょ。よいしょ、あー、行きた。うわー、うわーっと、無事クリア。なんかほとんどまぐれに近いね。どうしてクリアできたのか自分でも納得いってないけどもさ。おー、なるほどね。ガスバーナーね。冒頭でちらっと見えた難関っぽいところですけども。これ、あんまり近づくと燃えちゃうよね。今で行け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 、急げ急げ急げ、うわやばいやばい、熱い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 、あ、危ねえいやー、なんかもうまぐれで済んだって感じだね、ほんとね。うわー、これお尻がもうめっちゃつきそうだけど大丈夫か、これ。よいしょ、よいしょ。ね、もう、なんだろう、あの、ビギナーズラックでクリアしていきたいよね。よいしょ、よいしょ。ここで回転してる意味ある、これ。あー、これ無理っぽいな。この後のなんか、なんだ、
何が起きた？火に飛び入る夏の虫。いや今だ。あーこれ間に合わないな。これな、無理だよな。あれいけた。なんだかよくわかんないね、このゲームの判定基準が。謎判定だね今ね。ここだよな鬼門は。お、うまいこといけ。あーこれうまいこといけてる。あ、なるほどなるほど、はいはいはい、そういうことですね。いやなんかたまたまね動きがタイミングよく合ってくれて本当助かったよ、うん、よいしょ。ここはねこう進んで、あー待てよ、危ない危ない危ない、近づきすぎるな。ガスバーナーをどうやって乗り越えていくんだこれ。ちょっとできるだけもうちょっと左に寄って勢いをつけてね。あ大丈夫かこれ。あもうちょっといけそうだね、もうちょっとだけいけるか。あ危ない危ない、ちょっと近づくな、それ以上近づいたらいいかな。よしこっから勢いで、よしよーしいいぞ、おーしきた、おー大丈夫か足、おーうわ落ちる落ちる落ちる、やめてくれ。あよいしょ、ちょっともうちょっとだけ近づいていこうか。大丈夫かこれ。おお大丈夫そうね、よし行こうか。よいしょ、危ない危ない、足足足足足当たる、危ない危ない、危機一髪、間一髪だったね。どうだこれ、もうちょっと行っても大丈夫か、やめとくかこれ。横に向かってちょっと進めば、あここ大丈夫だね、待機できそうだね。こっから待機しておいて、勢いよくいけるかこれ。あーいけ、あーうわうわー、ちゃ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 、あとちゃったったった、あーつやつやつい、あーいけいけいけ、おーしゃきた。あ分かってきたぞ、このゲーム要はそういうことだ、勢いが全てってことだね。ん、なんだクリアできたのか。んちょっと待てよ、なんだこれ画面暗くなって。ん、あーなるほど、あびっくりした、なんだ暗転したからクリアできたんかと思ったけど、ああよくちょっとカメラが癖ありだね。うん、まあ、7分7秒でクリアできたということですけども、ちょっとねカメラに何ありかなこのゲームね。まあ400円で買ったゲームですから、あまりねくどくど言いたくないけどね、こう書いてあるんだよね、水素を充填して受けますよっていう。うわーなんか超難関っぽいステージが早くもやってきちまいましたよ。これもうあれじゃねえか、ここでクリアでき、あなんか出ましたね、 Left and right click for levitation、 右左クリックボタン同時に押すことで浮上できますよという。じゃあやっていきましょうかね。なんだよ今のチュートリアル、タイムにお前カウントされてたのかよ。おいおい勘弁してくれよ、不親切なゲームだな。さあじゃあレフト&マーライトクリック同時にしてみましょう。おおなるほどね、これはめっちゃ飛ぶね。でその飛んでる飛べるだけの、まあ、ゲージというか、まあ、空気の量がね左上に書いてあるわけですけども、どう進んでいったらいいんだこれ。どう、あそこにスターがあるわけか、あのスターさ今のこのジャンプだけで取れそうだよね。よいしょ、ああ、楽ちん楽ちんと思ったら、ああ、ちょっと当たらなかったけど。よいしょ、まあ、あとは、まあ、方向、狙い方の問題だよね。勢いは、もう、間違いない。大丈夫だ。行くぞ、よいしょ、ああ、してきた。うわ、これ難しい。うわ、うわ、ちょっと、着地した後の、無駄に暴れるのやめてほしいよね。よいしょ、まあ、ダッチワイフですからね。よいしょ、いけるか。おお、まぐれの連続だよね、ほんと。うまいこと言ってます。人生ね、こう、うまいことが立て続けに起きるといいんですけどもね。あ、止まりましたね。止まった、今だね。うわ、行き過ぎか、これ。ああ。勢いがあるってのはいいことですけども、ほんとに。ああ、行き過ぎ、ああ。もう執念だよね。人間への恨みを話す。ああ。ちょっとね、ここでコーヒーでも一杯飲みたいですけども、実況中なんでそんなことはできないけど。おぉ、いけそうじゃないこれ。あ、いや、いや、急げ、急げ。おぉ、ちょっと、なんだこれ、なんだ、一体これは。どういうことだ、切られたのか。なるほどね。あの振り子みたいなナイフに切られたのか。よくわかんねえゲームだな、ほんと。いくぞ、超えちゃったよ。うお、なんだ今のポールダンス見たかよ、傑作だぜ。いくぞ、よいしょ、今だ、よし、いいぞいいぞ、いけるいける、あーぶねー、なんとかいけた。よし、次だよな問題は。うわー、もうこっからにしてほしいよ、チェックポイントマジで。もう頼むよ。うわ、やばいやばいやばい、その無駄な調整いらない、無駄な調整いらない。待てよ、3、2、今だ。うわー、自らナイフに切られに行った。おっしゃ、ここからか。ありがたいね。運営さんのしゃ。
マジですか。よいしょ、いけ、おっしゃ、来た、スター取ったぞ。スターさえ取っちまえばもう次からね、もう鉄板に注意を払えるので、行きましょう。行きましょうって言って落ちたじゃねえかお前。ふっふっ、よいしょ、よし、うまくいったぞ。ふっふっ、よいしょ、いいぞ。あーあとちょっと、あーあとちょっと、もう一回、もう、ああ、惜しい。すごいね、こんなくだらないことを25分間もやり続けてるって結構な暇人だね、僕も。おお、大開脚。ちょっと待って、これサムネでいいんじゃねえかこれ。ちょっと待って、やばい、神アングルだよなこれ。よし、行くぞ。おお、いけー、そー、よし、いいぞ。やばい、あの星さんがもうなんか僕の人生のゴールのように思えてきた。いいぞ、おいしいぞ、いけるぞこれ、いけるぞ、いける、いける、よーっしゃ、来た、よっしゃ、やったー。だけどこの先どうするんだ。あ、この先はあの上に、崖の上にゴールあったよな。あそこは勢いでいけんじゃねえか。ちょっと待てよ、よく考えたらさ、こういくってのがありじゃないこれ。ほら、あ、こっちの方が楽じゃん。なんだよ、もっと早く気づけやがったん。次からこうしよう。あー、いいぞ、よし、来た。ふっと、見たかこの、あー、うわっ、よいしょ、あっ、やった、来た、いいぞ、もうちょっとこっち、よし、いいぞ。無駄に調整すんのやめよう。うん、無駄に調整すんのやめて。どうしよう、待てよ、無駄に調整すんの怖いから、できるだけ頭をね、前にやりたい、それだけはやりたい。で、鉄棒に当たったらアウトだから、そうだな、どの距離が、どの方向に行ったら一番短く、短い飛距離で飛べるかって考えると、多分あの岩場だよな。あそこに行こう、行くぞ、行け、行け、頼む、行け、あー、行ってくれ、あー、行ってくれ、頼む、行ってくれ。うおー、そうだろ、マジかよ。よし、いいぞ、これだぞ、いけ、頼む、いけ、おーっしゃ、きた、うわー、あー、やったー、いいぞー。見てください、クリア時間63分って1時間やってんじゃねえかおい。やばいなー、もうここでもうゲームクリアにしてほしいけど、ネクストレベルあるんですよね。いきたいと思いますね。To cut the knot of hemp ropes with a sharp knife ということで、鋭いナイフで麻のなんか継ぎ目を切ると、なんか書いてありましたね。うわー、なんかでもさっきよりは簡単そうじゃないか。あのね、分かった、自分ね、縦方向に構造されたマップが苦手みたいだわ。うん、この横方、え、待てよ、ギリギリまで行って、ふっふっ、今だ、今や、いけ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 、急げ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 、おわしいぞ。あー、これ簡単でね、こう W キーだけでいけるゲームだわこれ。ここもね、リズミカルに、今だ、いけ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 、あ、間に合うか間に合うかこれ、あ、ギリギリ間に合ったね。おお、すっごいギリギリ、めっちゃシビアなゲームだなこれ。よし、ここ左、あ、なんか教習所のさ、 S 字クランクを思い出すよね。車乗ったことない人わかんないか。いや、こういうさ、世の中にはね、あの、ほとんど出くわすこともないようなね、めちゃくちゃ短い間隔でこういうね、急カーブを曲がらなきゃいけないシーンがね、あるんですよ。ん？ちょっと待って、これ間違えてない？え？切られてたよね、これね。いや、切られてないの？え？どういう状況？え？あ、あ、もう、あ、クリアしたんだ。なんだなんだ。あ、この画面が見えなくなるから、あ、まあそうなると思ったやん。うわ、気持ち悪い。なんか、仰向けで走って、仰向けで、なんか背泳ぎみたいな感じで進んでますけども。ここのさ、え、あ、もう急いで行くべきかこれ。切られちゃう。あ、なんかよくわかんないね、ここね。切られるタイミングがよくわかんないな。まあ大丈夫っぽそうだったんで、次行きますけども。このままね。よし。うわー、なんかこれ、このつなぎ目の部分行かなきゃいけないよね。うわー、また難しそうな。ふっ、あれ、まだ、あ、そっか、長いからちょっと発動までに時間があるんだ。いけるいけるいける、よし。おお、結構余裕あったね。
うわぁ、これえぐいなぁ。こういうことだよね。ふっ、こういうことだよね。よし、よし。おぉ、やばい、なんか頭が引っかかっ、大丈夫か？こういうことだよね。これで、あ、足が引っかかってるね。地味に物理演算リアルなんだね。なるほど。あー、でもまあ、わあ、うわぁ、もう完全にやる気ナッシングだね。体勢だけども。でも進む。いいよ、いいよ、いいよ。よし。お、危ない。結構ギリギリだったね。このさ、できれば股間、地面に収めといてほしいな。股間見せつけながら走るのやめてほしいよね、ちょっと。あ、やばい。まだ、危ない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 。この方向転換、いいよ、いいよ。お、すごい。お、いってる、いってる、いってる。いってる。いける、いける、いける。いける、いっちゃい、いっちゃい、もう、勢い、ここ行く。なんでそこでちょっと一回後ろ向くの？いけるか、これどう動いたらいい？これ前に前進するか。あ、いけるいける、まだうまくいってる。いける、いいぞ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 。あ、めっちゃいい。あ、これ来てる。あ、すぐそこにスターが、そしてゴールが。待って、もうここで、あ、もういけるよね。ここで落ちたらもう本当、あの、このゲームおしまいにするからマジでもう嫌だ、これ。ここまで来たのに。いいよ。あ、すげえうまくいってる。いける、いける、よし。あ、腕が引っかかる。あ、わあ、来た。おっ、きょっきょっきょっきょ、いけるいける。待って、ここはどう行けばいいんだ。これは水の中についちゃったらゲームオーバーになるとかいう感じなさそうだね。ああ、じゃあ待てよ、あの先に針があるんだよ。あ、まあ、やばいやばいやばい、これ落ちたくない。落ちたら多分あかん。あ、え、なになになに、え、なに、なんぞ、え、ちょちょちょ、え、あ、あ、足が引っかかった。なになになに、ちょっと待って、どうすればいいの、どう動けばいいのこれ、わかんない。あ、ちょっと、やばいやばい、あ、あ、助けて、やばい、待てよ、落ち着け、落ち着け、わ、やばい、やばいな、これ。お、スター。あ、焦るな、焦るな、焦る、え、やばい、あ、落ちる。あ、カメラ的には落ちそうだったけど、落ちてないのか、これ。どう動けばいいのか、もうさっぱりだよ、これ。うわ、やばい。頭と足が引っ張られて動けない。前に進めない現象が起きてますね、これ、ここで。やばい、やばい、やばい、やばい。一回ちょっと後ろに下がって、ちょっと前に、ここで体勢を立て直して、あー、これこんだけ踏ん張って結局落ちそうなパターンだな、これ。うわー、やばい。よし、いける、今だ。ん？見えない、見えない。ちょっと待って、カメラ、カメラさん、カメラさん、カメラさん。今完全にカメラのせいで負けたよね。あー、カメラ、よいしょよいしょ、 いける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 、よしよっしゃ、来た、よしいいぞ、よしよし、落ち着いていけ。ここで、こうして、あーして、いけ、いけ、いけ、あーっと、待てよ待てよ待てよ、そこでストップ、そこでストップ。いける、いける、あー、いける、いける、いける、オッケー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 。あ、よし、いいぞ。これで、間違いなくいくぞ、これで。次こそ、いいぞ。手引っかからないように、一歩一歩慎重に丁寧に。よし、いいぞ。もう目の前にね、こんな近くにゴールがあるのに、ここまで慎重になるっていうね。よっしゃ、来た、31分半端ね。やべえ、このゲームに半日費やしてる、俺。はい、ということで、よくわかんないゲームでしたけどもね、ドール・オブ・リザレクション、ね。皆さん、よかったらプレイしてみてはいかがでしょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回もまた見てね。バイバイ。